だけの知識を持っていたということでしょう。な、何言ってるの？だっておばさまはもう。そういうこと、直接聞きに行けばいいってことね。直接って、おい、まさか。レッドストリングスを使うのか？ええ、他に可能性がないなら私たちに取れそうな手段はもうそれしかない。だけど心配、ユイトの脳にまた負担かけることになるんじゃ。やろう。何もしなければクナドゲートは広がって世界の終わりが近づいてくるだけなんだ。ダメで、もともと俺がやれることは全部やりたい。重ね、二人でレッドストリングスを使おう。ならば俺たちは協力するだけだ。それで具体的にどうする？今ここで始めるのか？レッドストリングスを使うには強い感情の起伏をコントロールしなければいけない。クナドゲートへ行きましょう。一度は飛んだ場所だから感覚を思い出しやすいと思うわ。ゲートが開いた時の再現をするんだな。わかった、クナド高速へ向かおう。ゲートってあんなに大きかったっけ？拡大しているわね、間違いなく。50年後の未来と比べればまだ小さいけれど。ここへ来るといろいろなことを思い出すわ。レッドストリングス、多分行ける気がする。そうか、その感覚が俺にもわかるといいんだけど。俺たちもサスでサポートしよう。皆の脳をつなげば超能力の底上げはできるはずだ。それとどんな未知の危険があるかわからないから、できるだけ早く現代に戻ってきた方がいいわ。そのためには確実に若菜さんに会える日時と場所、そこへピンポイントで飛べるといいのだけど。2009年10月4日、六小市の旧海抜群病院、そこ行けば必ずお袋に会える。お袋の命日だよ。俺もあの時病院にいたし、間違いようがない。そうか、その日に六将士が怪異襲撃を受けて病院は今の周防新館に移転したんだったね。分かったわ。うまくできるか分からないけど、その日と場所を強くイメージしましょう。確認だが、僕たち全員で行くのか？10人の集団だと病院ではそこそこ目立つぞ。そのことなのですが、僕の瞬間移動と同じように人数が多いほど脳への負荷が高いのではないでしょうか？それじゃあ一緒に行く人を絞る？重ね、酷なことを言うようですが、僕は重ね一人で飛ぶのが最も低リスクだと考えます。ルカ、どちらにしろレッドストリングス能力者以外は一定時間で引き戻されてしまうのでしょう。僕たちが同行することはいたずらにユイトと重ねの負担を増すことになるだけではないでしょうか？それなら俺も一緒に行く。重ね一人だけで行かせるのは。いや、私もルカと同意見だ。別の懸念からだがね。
推測でしかないが、ユイトと幼いユイト、同一人物が出会ってしまった場合、何が起きるのかわからない。仮定の話ではあるが、今回の挑戦の中で明確に避けられるリスクだと私は考えている。けど会わないようにすれば。いや、絶対とは言えないのか。でも重ね一人っていうのは。私は一人じゃないわ。みんながサスでサポートしてくれるんでしょう。それに同じ力を持つあなたがここに残ってくれれば、私がこの時代へ戻ってくる目印になってくれる。そんな気がするの。俺は東大ってことか。わかった。でも無理はしないでくれよ。ええ、約束するわ。ねえユイト、手を出して。あなたのレッドストリングスも貸してほしいの。もちろん、それぐらいはさせてもらうさ。あの時の再現なら俺の力もあった方がいいはずだ。それじゃあ始めよう。イメージしましょう。11年前の海抜群病院へ、ママに会いに。待ってるからな。どこかで間違えてたら家の名を失うことになるぞ。ここにいちゃダメだ。すまない。後悔することになる。やろうユイト。君、上手だから頑張って見つからないようにしなきゃ。あまり遠くに行っちゃダメよ。はーい。あっちの方がいいかな。もういいかい。もういいよ。ユイトはどこに隠れたのかしら。ここならきっと大丈夫。お母さんから見えてないよね。すぐに見つけちゃうわ。お母さん？あなたは重ねなのね。あ、私は。え？ある日にね、届いたの。未来の記憶が。渡月にやってきたあなたの姿がそこにはあったから。レイブは賭けに勝ったと言っていいのかしら。
レッドストリングスの可能性を証明したのね。ママ、一体どういうこと？レイブの中枢には過去のレッドストリングス能力者の脳がつながれているの。みんな重ねほどの力はなかったけれど、レイブはその脳を使って擬似的なレッドストリングスを起こした。そしてデータを時を超えて転送したのよ。過去のレッドストリングス保持者にね。転送？じゃあ消去されたわけじゃなかったのね。でもどうしてそれを？レイブの中にある私の脳と引き合ったのね。レイブのデータは私の頭の中に転送されたのよ。そんなことが？レイブは計画がついえないよう賭けに出たのよ。とにかく膨大な量のデータが私の中に流れ込んできたわ。頭が割れるように痛んで気を失って、目覚めた時にもたらされた情報に気づいて愕然としたの。これでもさすがに全ての情報を転送したのではないんでしょうけれど、だからあなたが元気でいることは知っていたけれど、今は懐かしんでいる場合ではないわね。時間がないんでしょ。ありがとうママ。クナドゲートのこと何か知っているなら教えてほしいの。クナドゲートを消すには本当にユイトが死ぬしか方法はないの？え？ええ、そうよ。ユイトが生きている限り世界はクナドゲートによって滅びてしまう。そんな、死ぬ、なんで？だからこそ私はそうならないように準備をしてきたの。挑戦するならレッドストリングスが発言している今しかない。私を重ねの時代へ連れて行って。え？分かった。理由は分からないけどそうすればいいのね。お母さん、どこかに行っちゃうの？待って、その前にユイトを見つけないと。見つけるってかくれんぼの途中なの。大丈夫、すぐそこに隠れてるから。ようやく完成したのよ、ユイトを記憶障害から守るための装置が。それってユイトが今もつけているイヤーカフ？もともとは海抜群病院が作った特別な患者を管理するためのタグなんだけど、こっちは特注品なの。これをユイトが今つけているものと交換すればあの子は大丈夫。その後で未来へ行きましょう。僕が大丈夫？大丈夫になったらお母さん、あのお姉ちゃんとどこかに。そんなのやだ。だったらすぐにユイトを捕まえて。あ、ユイト、待ちなさい。すぐにシェルターへ避難してください。急いで。君、お母さんは近くにいないの？え、お母さんは。見ちゃダメだ。君も急いでシェルターへ。
よかった、間に合って。ユイト、説明してる時間がないの。これをつけさせて。ママ、若菜さん、あなたのお母さんからお願いされたの。いいよ。あなたは生きるのよ。大丈夫ですか？怪我をされた方は？この子を安全なところに。ジョー・スメラギのご子息です。わかりました。さあこっちへ。あの時助けてくれたのは重ねだったんだ。そうだ、重ね。ベイブの見せたビジョンと同じということは。お母さん、なぜだ。おい、重ね、一体どういう。ママ、話は後で。おそらく脳にかなりの負担がかかっているわ。どこかで休んでもらいましょう。ですが、そうこうしているうちに元の時代へ引き戻されてしまうのではないですか。それは大丈夫よ。私も弱いけれどレッドストリングス能力者だから。とにかく急いでアジトに戻ろう。若菜さんは少し眠れば大丈夫そうよ。脳に異常はないし、一時的な疲労の症状みたいね。そう、大事じゃなくてよかったわ。お袋はこの時代にとどまれるって言ってたし、しばらくは休んでもらおう。若菜さんがベイブの研究データを知識として持っているということなら、少し巧妙が見えるな。そういえばベイブの中で出た話で少し気になることがあるのだけど。あそこでは怪異が意図的に作り出されていたけど、ニューヒム科の怪異化技術も同じようなものなの。おそらくな。ナオミちゃんが撃たれた銃弾が特殊で、中に重粒子が込められていた可能性が高い。ニューヒム科がどこまで重粒子について掴んでいたかは俺も探りきれなかったが。しかし重粒子を銃弾化できるような技術があるなら、断絶の帯をどうにかすることもできそうなものだがな。トゲツもニューヒムカもできていないということは、制御が困難なのでしょう。粒子量が関係あるのかも。なあ、断絶の帯って重粒子でできてるんだよな。
じゃあ空から降ってくる貝も元は何かの生物なのか。鳥じゃないよね。断絶の帯があるのは成層圏あたりって習ったし。でも他に生き物って。断絶の帯の外、宇宙からやってきていると考えるのが妥当だろうね。例えば月から。ほぼ正解。断絶の帯の外側にある月のステーションから生物の遺伝情報が投下されているってことらしいわ。怪異の効果自体も月の差し金ということか。俺たちがいくら討伐しても怪異は無限に生まれるわけか。ひどい。地球に住む人たちを何だと思ってるの。許せないだよな。けどまあ、月の人間も怪異化から逃れるのに必死だったんだろうよ。だから許せってわけじゃねえが。月の科学技術なら何らかの対抗手段もあったんだろうが、増えすぎた人類全てを救うのは土台無理な話だ。ポープ博士の記憶にも残っているわ、怪異の脅威に怯える人々の姿が。さて、若菜さんに話を聞くにもしばらくは待機だな。サボ、もとい、休息時間ってことで問題ないね。いいよ、言い直さなくても。堂々とサボってくれ。この先の話はお袋の目が覚めてからにしよう。さんが起きたら何から話そうかな。話したいことはたくさんあるんだ。皆さんに心配をかけてしまったわね。ごめんなさい。無理してないよな。大丈夫よ。それに急いで向かわないといけないから。クナドゲートにね。またあそこに戻るってこと？
あれをどうにかする方法をママは知っているの？ええ、クナドゲート内部にあるもつれを消さなければ世界はいずれ滅びてしまうことになる。もつれ、それは一体何です？詳しい説明はクナドゲートのところへ行ってからにさせていただけませんか？わかった。みんな、クナド高速へ出発する準備をしよう。お母さん、こっちに座って待ってたら？ありがとう。大きくなったのね。え、なんだよ急に。海抜群に入ったのね。カイトは元気？仲良くやってる？元気だよ。仲はあまり良くはないけど。そう。ねえ、あなたたちの時代、この現在に起きていることを簡単に教えてくれないかしら？ってところね。あと残された問題がクナドゲートの存在なの。ありがとう。私の持つベイブのデータと合わせるといろいろなことが理解できた気がするわ。そろそろ出発できそうかしら？あ、うん、そうだな。お母さん、あのさ。お父さんに似てきたわね。え、そんなことない。似てるのは兄さんの方だよ。俺はあまり似てないって言われるんだ。顔じゃなくて雰囲気の話よ。ねえユイト、お父さんのやっていたこと黙っていてごめんなさいね。責められて当然のことをしてきた人だけれど、トゲツを追われた私を助けてくれた優しい人なの。カイトもね、この国を変えるんだって言って小さい頃から政治家の道を志していたのよ。でもやっぱりお父さんと同じ道を行くしかなかったのね。兄さんが。でも俺。大丈夫よ。ユイトとカイトはお父さんとお母さんの子供なんだもの。きっと仲良くできる日が来るわ。うん。早速だが、クナドゲートへの対処法を教えてほしい。もつれとやらもそれに関連があるのだろう。結論から言うと、ユイト、カサネ、あなたたち二人でクナドゲートの中へ入り、もつれを解く必要があるの。ここで言うもつれというのはあくまで概念よ。時間に干渉した痕跡が絡まった赤い糸のように見えるはず。トゲツの理論によると、時間跳躍のたびにクナドゲートのような次元の穴が作り出されては消えるはずなの。それが消えていないのはユイトの力がカサネの力と共鳴したためなのよ。クナドゲートは理論上作られるはずのゲートとは違って歪んだ状態で存在し続けてしまった。歪んだゲートを経由する時間跳躍はもつれを生んでしまうの。そのもつれさえ解くことができればクナドゲートを閉じることができるのよ。歪みか。まだピンとこないけど、クナドゲートに入るってつまりあの空の穴の中に入るってことか。もしかしてクナドゲートの中にはあの不思議な空間があるのかしら。ユイトも見たでしょ、初めてゲートが開いた時よ。あ、あの変な映像がたくさんあったところか。そうよ。クナドゲートの中にはカサネが言う不思議な空間が存在しているの。レッドストリングス能力者の主観にのみ存在する概念空間。トゲツはクロノスターミナルと呼んでいたわ。
時間を移動するための駅、分岐点といった意味合いでしょうか。うん、ユイトとカサネにしか認識できないわけか。我々が未来へ飛んだ時には気づかなかったのも道理だね。そしてゲートが生まれたこの2020年から他の時代へ時間接触すると、そこにもつれが発生するの。時間接触、それって時間跳躍とは違うの？時間跳躍を含んだもっと広い意味ね。その時代にたどり着かなくても生きかける、つまりその時代にレッドストリングス能力者の存在が一瞬触れただけで干渉したことになる。それが時間接触。実際にどの時代にもつれが発生しているかはあなたたち二人が行って確かめるしかないわ。結局はユイトとカサネに託すしかないのか。もつれを見つけたとしてどうやって解くのかも言ってみないとわからなそうだな。クロノスターミナルは二人の超能力で概念化された世界だから、二人なら解き方も必ずわかるはずよ。理屈じゃなく直感としてね。それに微弱とはいえ私もレッドストリングスを使えるから、ここから二人をサポートするわ。とにかくまたレッドストリングスを使ってクロノスターミナルへ行けばいいのね。今度は俺も一緒に飛ぶんだな。どんな危険が潜んでいるかわからないぞ。しっかり準備をしていけ。二人とも危なくなったらすぐ帰ってきてね。ああ、任せてくれ。そのお袋のことは頼む。大丈夫、心配しないで。若菜さんは私たちが守る。さあ、ゆっくりはしていられないわよ。行けそうなら私に声をかけてね。お母さん、せっかく会えたのにろくに話もできないな。こんな状況だから仕方ないのは分かってるけど。カサネ、行けるか？ええ、大丈夫。二人で意識を集中してクロノスターミナルの光景をイメージするのよ。クロノスターミナル、必ずもつれを解くんだ。本当に来られたみたいだな。あの窓みたいな風景の一つ一つが過去や未来へつながってるのか。キョロキョロしてる場合じゃないわよ。もつれを探さなきゃいけないんだから。3回目ともなると重ねは冷静だな。けどどうやって探す？今のところ何も感じないけど。これはきっとママよ。俺たちを導いてくれてるのか。行ってみよう。カイ、どうしてクロノスターミナルの中に？落ち着いて。そこはあなたたちの認識で形作られた空間、概念の世界は本来とても不安定な場所なの。恐れや不安、感情の揺らぎがそのまま場に影響して過去の記憶と結びついて怪異の姿で現れたんだ。つまりこの怪異たちは私たちの精神的未熟さが作り出したものってこと？そう言われるとなんかカッコ悪いけど、俺たちが作ったんなら俺たちで倒すこともできるよな。あなたたち二人ならきっと大丈夫よ。だけど十分気をつけて。俺たちの認識が作ったってことはこの怪異は幻なのか？本物でしか見えない。
ぞ。脳が本物と認識している以上、実在しているのと同じよ。本気で戦わないと危険だわ。仕切り直した。この風景は2009年のあの日の旧海抜群病院。これがもつれなのね。ああ、理屈はわからないけど確かに感じる。間違いない。これを解く方法はレッドストリングス、俺たちの超能力でだよな、きっと。ええ、私も感じたわ。私たちの超能力で解けるはずよ。また怪異が出たぞ。仕方ないわ。怪異の相手をしながらもつれを解きましょう。大丈夫、私たち二人ならきっとできる。そうでしょう、ユイト。ああ、そうだな。行くぞ。危なかったわ。コツを教えましょうか。攻撃が効いて、今の場所が弱点。狙えるぞ。終わりだ。これでよし。まだこれから。これでクナドゲートは消えるのよね。なあ、カサネ。あの日、俺を助けてくれてありがとう。まだちゃんと俺言ったことなかったからさ。え、
何突然。11年前病院で俺を助けてくれたのは重ねだろ。はっきり思い出したんだ。ベルペッパーだった俺はあの時から突然超能力を使えるようになった。俺が力に目覚めたのはきっと多分だけど、重ねの力を分けてもらったからじゃないかな。何それ、超能力は分けられるものじゃないわ。うん、自分でもおかしなことを言ってるって分かってるよ。でもだとしてもあの日の出会いがあったから俺は今も生きてるし、こうして海抜群になるっていう目標を得られた。そう思うんだ。だからありがとう、カサネ。俺を助けてくれて。どういたしまして。でいいのかしら。ピンときてない顔してる。でもそれでいいよ。さてこれでもつれはほどけたよな。みんなも心配してると思うし帰ろう。ママの力まだ消えてない。もしかしてもつれは一つじゃなかったのか。だったら簡単な話、全部のもつれをほどけばいいだけだわ。だな。よし行こう。さっきのもつれ本当にほどけたんだよな。そのはずだけど、どこかすっきりしないわね。重ねもか。何かが引っかかるんだよな。また出てきたぞ。これって50年後の未来、消えたはずじゃ。ゲンマ頼め、この怪異はユイドを襲った。
本当に来られたみたいだな。あの窓みたいな風景の一つ一つが。俺たちの意識が作ったってことは、この怪異は幻なのか。やるものしか見えないぞ。脳が本物と認識している以上、実在しているのと同じよ。本気で戦わないと危険だわ。これでクナドゲートは消え。さっきのもつれ本当に解けたんだよな。そのはずだけど、どこかすっきりしないわね。重ねもか。何かが引っかかるんだよな。
また出てきたぞ。あれって50年後の未来、消えたはずじゃ。力を貸そう。あの怪異はユイトを襲った。これでもつれは全部解けたのかな。ねえユイト、もし歴史を変えられるならって考えたことはある？過去に時間跳躍してってことか。そんなことしたら新しいもつれが生まれちまうだろう。クナドゲートを消した後の話よ。もしも自由にレッドストリングスが使えたとしたら。それはそりゃ考えたことあるさ。あの時ああしていれば、ああしていなければ助けられたのかもって。後悔は消えないよ。どうすればよかったのか。俺は凪に答えてやることができなかった。ならレッドストリングスで過去を変えたい。いや、そうは思わない。たとえ過去の何かを変えたとして、その先の未来がどうなるか誰にもわからないだろう。俺と友達にならなきゃ巻き込まれなかったかもしれない。海抜群に入隊しなければ、憧れなんか抱かなければ。そうやってどんどん過去をいじって、あいつの人生を上書きしていくのが助けるってことなのか。凪だけじゃない。過去を変えるってことは、この世界全ての人の人生を背負うってことだ。そんなの一人の人間が抱えられるものではないわね。うん、自分の願いのほかはどうなっても構わないなんて俺は違うと思う。まだ受け止めきれないこともたくさんあるけど、
目を背けてなかったことにしちゃいけないんだ。おかしな質問をしてしまったわね。でも驚いた。いえ、安心したのかもしれないわ。私も似たようなことを考えていたから。そっか。多分昔の私なら今とは違う答えを出していたと思う。みんなと出会って少しだけ見る世界が変わったのかも。ああ、それわかるよ。俺も同じだ。俺たち実は結構気が合うんだな。そう決めつけるのは早計だと思うけど。お母さんの、もしかしてまだもつれがあるのか。でももう時間跳躍した時代なんて、いえ、考えてる場合じゃないわね。ユイト、行ける？大丈夫。脳の使いすぎかな。ちょっと疲れてきてるけど。急いだ方が良さそうね。時間跳躍したのってさっきの2つの。